来たる。忍びの世がため仲間と共に戦う者、忍びの世がため闇と共に走る者、先を見据えし領有がついに自称共闘の将。行くぜ、さくらちゃん、サスケ。うん。おう。手加減なし。遅かったか。いや、ぴったりだぜ、父ちゃん。みなと、相変わらず早いの。四代目貴様、わし以上の終身使いよの。よーし、始めるぞ、皆の者。ほかげ様たち、なんで。オロチマルがわしらを呼んだのじゃ。さっさとこの戦争を止めねばな。じゃあ、本当に。おう、みんな俺たちも知ってる、あのホカゲたちだってばよ。貴様まで復活したとは嬉しいぞ、アシラマ。お前はあと、まずは10秒止める。ナト、よくやってくれたね。少し休んでなさい。友達も直に来る。彼も味方で。さて、これってナルトと同じ。まさかとは思ったが、ミナトだ。な、俺の父ちゃんすげえだろ。そんなことはお前より分かってる。このわしを分けて無意識と男だ。カメたち、忍法主席用心。さらにこれだけ加えての戦法用心門。遅かったじゃねえの、サスケ。サスケくん。サクラか。どういうこと、本当にサスケくんなの。てめえ、何しに来やがった。なんでサスケくんがここに。いろいろあったが、俺は木の葉の里を守ることに決めた。そして俺がおかげになる。お前らが俺のことをどう思うかは関係ない。今までの影たちがこの状況を作った。だから俺がおかげになり里を変える。おかげになった者が皆から認められるんじゃない。皆から認められた者がおかげになるんだ。サスケはお前に任せる。
任せとけ。火影になるのは俺だってばよ。そんなに火影に憧れてくれるのは嬉しいが、お前らゆっくりしすぎぞ。今のうちにチャクラを練れ。一斉攻撃であれを倒す。押す。私はいつも二人の後ろばかり隠れて歩いてて、でもそれももう終わり。今日からは私も。よし。サクラちゃん、私が二人に届かないか弱い女だと思ってる？よっしゃ、第7班ここに復活だってばよ。行くぜサクラちゃん、サスケ。うん。おう、黙とん。黙分身の術。出入口を作る。忍びたちよ、全気力を振り絞り奴を打ち破るのだ。行くぞ。
ないわよ。分かってる。なんだ。無駄にでかいやつが出てきたな。行って！
のでけえやつの中には美獣たちが入ってんだ。弱り切ったら黒い炎を止めてくれ。俺とクラマで美獣たちを引っ張り出すから。ダメだ。